ジェイミーも俺は結構強くなるんじゃねえかなとは思ってますけどね。強化筆頭のキャラですよね。多分考えられるとしては、うん、酒一状態スタート。ああ酒一ね、はいはい、飲んだ状態でスタートか。酔いレベル1、うん、かもしくは次のラウンド酔いレベル1のみ引き継ぎとか1から。ああなるほど。最初は0かもしれないけど、うん、そのラウンドで飲んだら、うんうん、そうもう1からスタートしますよ。1からスタートしますとか。結構1に飲んじゃえば割と強くなるんですよこのキャラ。まあこれがターゲットが追加されたりとか、はい、うん、ターゲットが結構なんか強いんでとか。確かに。あとはもうこれで雷撃か。雷撃、まあ無影襲だけどね。無影襲が追加されたりとかってされるから、まあ酒1本飲むだけで結構恩恵があるというか戦える、うん、2本とかあると火力が増えたりとか弾キャラに対しては。あ、はい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 、強かった。3本はね結構過剰、うん、強い。いやそんな変わんない、やっぱり3本と2本が、うん、そんなに大きな差はないと思う。転身つくんでしょ。転身つくけどそれって崩し能力だから立ち回りが変化するわけ、うん、あれは3本ない、うん、なるほど。一応前パン後ろ台パンか引き台パンが酒レベル3になるとこういう性能が変わる。結構避けるんだ。かなり避けますこれ。へえ。下がるんですね一瞬。一瞬下がる。だから息吹の V スキル。ああはいはい。変雷。変雷。変雷か。で、こんなパニカンだとつながるっていう。こんな技持ったんですか。見たことないよ。ない、ね、いやないないんすよ俺。こんな技あったんだ。まあ、これは結構強い。4はもうめちゃくちゃ強いんですか。めちゃくちゃは言い過ぎ。言い過ぎ。立ち回りはめっちゃ強くなるわけじゃないけど、はい、やっぱその近距離の火力とか、そのこれぐらいの距離がすげえ強くなる。へー。波動がこれがもともとマイナス6なんだけど、はい、マイナス3になったりとか。ああなるほど。2段攻撃になってマイナス3。はい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 。ドドってやつでしょ。ババン。見せろぜー。これ。あー。まあ、生で打つのもあり、うん、生でもっと打ってもいいと思うけどね俺ぶっちゃけ。長いな、うん、結構長いから。これ確認できるんですか。これは確認できると思う。あ、なるほど。できそうじゃない。ここまで来たらやっぱ強いよな、うん、このあと、まあ、これが火力アップとかね、うん、とか練り込んでも、まあ、二の矢があるっていう感じ。あとは火力アップだよね。110になるから補正が。あそっか。投げは変わんないんだけどね確か。上がってます。あ、上がってます。1300。嘘つきです。でもそんなとこじゃない。だから結構ね、でもワンチャンあると思いますよこのキャラ。まあジョン君がもともと使ってたけど、うん、ナルオさんはどうですか。まあなんかやっぱでも強いっぽいですけどね、うんうん、まあワンチャンありそうな感じしますけどね。結構強くなりそうな予感は。シュアシュラも7だし、まあ、シュアシュラシュありますよね。あるある。もちろん立ち中継ラッシュがよく来るからあんまり中足はラッシュなんか来ないイメージ、うん、立ち中継ラッシュがあるんかこのキャラ。このキャラはちょっと剣と同じくして置き技は強いんだけど攻め手がないという、うん、だから酒酔いなさもう大体みんなこうやってね、うん、フラフラしながらこれ、うん、これかもう困ったらイエーとかっていう、はい、だから攻め手がやっぱ少ないんですよ、うんうん、そこはやっぱ足の速さだったりとか、まあ、足の速さはまあまあ十分あるけどその技の性能だったりとか、うんうん、そういうところが結構依存してる。立ち中継強いんだけど攻めに使うには発生10だから、うん、遅いですね。ちょっと遅いね、うん、酒飲んでやることが別にあんまり増えないっていう、うん、ところがだけど酒4本飲むの大変っていう、あそこら辺がなんかいろいろ解決できればジェイミーは結構強いんじゃないかなっていうかな。今はもういろんなキャラが割と深掘りされてきて、うん、各々ね次の調整に向けてここをこうしてほしいみたいなのを、うん、結構ツイッターでも見ますからね。そうだね、まあ、だから今の時点で要望を出していくっていう感じじゃない、うん、その要望が通るのってほとんどないけどな、まあ、バグ修正ぐらいは、まあ、そうそうしてもらえるイメージだけど。バグ修正出ましたね。言ってないのに何も、ね、何も言っとらんのに。いやいや別に俺聞いただけで。ああなるほど。でもこの画面で別に聞いただけで。ああはい。まあどうなんでしょうねこのギャラね。まあ調整はされると思いますけど、俺の予想では30項目。めっちゃあるやん。めっちゃあるやん。いやマジで大なり小なり全て含めて、まあ30項目。だから一つの技で3つとかもあるかもしれない。硬直、ダメージ。やられ判定。やられ。ああ。でもどうなんですかね実際のところ。どこまで僕らが。その意図しないところを
変えてくる可能性もあるじゃないですか。あ、まあね、うん、この本来の、まあ、アムネジアだったりダイパンとかは据え置きで他のところ、そうなんかね、目立ってるところは、うん、いやいやそれはもう個性ですよ、そう、そういう要望には応えませんよっていうので、うん、違うところをやっぱ調整してくる、うん、細かく、うん、イメージ。でもね、クリティカルすぎるとさすがにっつって直してくる、うん、と思うんだよね。一応クリティカルならもう調整するチャンスあったからね。あったね。いや、あったのかな。でもね、あの考えられるものとしてコンボ入りにくくなると思います、うん、もろもろ浮きが低くなるとか、コンボの追撃判定がちょっと厳しくなるとか、うん、あとは、まあ、ダイパンが空中で拾えなくなるとか、うん、もろもろで浮かせになるか、うん、で従来とそんなに変わらないことはできるけど伸ばすことができないとかっていうのは考えられることで、でも削るだけだとちょっと JP 使いかわいそうだからっ て他に多分おもちゃを用意してあげるっていうのがいいんじゃないかなっていう感じかな、うん、まあ、あとこれのフレーム変わると思うけどね、トリグラフさすがにこれちょっとマイナスに、さすがに、うん、置き攻めでこれやられるとちょっとなんかプラスフレーム取られながら置き攻めされるみたいな、マイナスからちょうどプラス取れるみたいな、強え気持ちこもったね今ワールでやってきてますよね。あとこれの総裁判定さすがになくなんじゃないかな、これね、パニカンならず、そう、パニカンならずに弾は消してくるってい う、もうとんでも、ね、ほらいっぱい出てくるでしょ。出てくる。だから30項目足らんくない30AMP はな、これはね、メーカーさんが意図して強くしてる強さだから、まあ、明らかに強くしてるよね。そこはあんまり、うん、強キャラでは多分あると思うんだけどな、うん、結構気合い入れて作ってるキャラじゃん。気合い入れて作ってるね、これマジで気合い入れてると思う、このキャラは気合い入れて作ってるキャラだと思うし、めっちゃ気合い入ってるね、うん、まあ、それも入りますか、あ、そういう伸ばし方もあるんですかみたいな。真帆さん、ちょっと SH の今日の孫さんに教えてもらった SH のご存知ですか皆さん。何ですか何ですか SH、うん、二段技じゃないですか、うん、でコンボで決めるとき、もしくはあの中央とかでこういうとき決めるときって一発しか当たらないじゃないですか、はい、ダメージの差どんだけあると思います、まあ、初段はあんま減ってるように見えないから、うん、まあ見ますよ、見ますか400か、でもまあそんな減ってないから、うん、うん、400のダメージだと思いますよね、うん、まあ、そもそもちょっと高めなんですけどね、はい、高めなんですけど、これは2000変わってない、一発目が当たっても当たってなくてもなぜか2000っす。これだ、追撃で遠距離でさ追撃されるときにやっぱこれ減るなと思ったのよ、うん、これですよね、これ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 、こういうやつね、減るな、減るな、減ります、うん、それは減る、そういうことだったんだね、2000そのまま入ってんの、羨ましいよなこれ、これはねなかなかないですね、うん、あとこれ飛び道具判定の知ってます、あ、そう、これ飛び道具判定の、え、でも最後の方でしょ、最後の方っていうか、まあ普通にあの、あの、2発目か、2発目、そうっすよね、そうっすよ、2発目っすよね、これ打撃飛び道具、そう、俺そのネオさんにそれされて、うん、SA 負けたんですよ、ワン、うん、弾かなと思って打撃で、その2発目が2発目も重ねるみたいなんで、うん、これあの飛び毒判定なんで、あ、SA に勝つんだ、だから大ストリボーグとかをジャスパするじゃん、攪拌が結構ないんですよ、結構ない、 SH とかも攪拌なかったりとかするし、そうそうそう、2発目に吹っ飛ばされ、そうそう、吹っ飛ばされちゃったりとかするんで難しいんですけど、まあ、逆にキャミーとかやったら大アクセルスピンナックルが、あ、かっこいい抜け方できるんだ、だからまあマノンとかも、そうそう、マノンもくるりで、くるりで弾抜けはできるんですよ、あるかもね、だか一応プラスもあるんだけど、まあそういうなぜか飛び道具なことによって、まあ、プラスも一応あったりとか、ここジャスパ取った時ね寒いんよな、うん、今ね、歩いて中継がこうチャレンジするかどうか、歩いて中継、ああ難しい、歩いて中継一応蹴れるんですよ、ああなるほど、歩かないとダメな場合がある、一発目をジャスパして一発目ジャスパして二発目が来る前にちょい歩き中継 でもあれプラス12ぐらいない、あるんじゃない、うん、あるよ、ね、その間結構あったと思うよ、だから結構歩ける、いや結構きついですよ、粉塵勝利はそこら辺全部ダメのはず、あ、そうなんだ、粉塵勝利もダメなんだ、うんうん、ダメだと思う、ドセンタンで取ってもね入んない時あるんだよ、何も入んない時あるよ、まあ、あとは俺この吹っ飛び方変わると思います、さすがに、
あの俺それは あると思ってて、ルークは一応バウンドしてこう戻るじゃないですか。 JP はなぜか戻らんくてみたいな。そうこの吹っ飛びだよね。そうここねこうまた戻ってくる中央に。でもダイはなんかよく目の前に来るんですよ。そうこれさすがに変わると思う。不自然だもん、うん、不自然。吹っ飛ぶ系は大体ね、あの1依存でどっか行っちゃったりとかするんだけど、 JP はあの変わんないっていうか、うんうん、なんじゃねえかな。だからあの竜の OD ソフトもそう。あーそうっすね、うん、なんかで JP だけっすよねこれ。マジで JP だけ、うん、そうこれかわいそう。これもな何すらやってる何しろっていうの。はい画面弾いて感じ。使っちゃいけないんだよね。しかもあの追撃決めるようにあのダメージも低めに設定されてるから。何せっつうの。すごい竜巻使うんですよやっぱり。ミス OD ソフトは。あーなるほどね。ここは竜巻使ってください。竜巻もちょっと若干ダメージ低めには設定されてますけど、うん、まあ1000切れでは十分ですけどね。言うてポヨンとか言って。じゃあ何すりゃええの。なんか入るんですかそれ。あまあ1依存だけどね。100は無理じゃん。まあここら辺とかあったら真空とか入るんじゃない。わかんないけど。なるほど知らんけど。ダイヤスとか入った気がするけどね。なんかこういうの。いや竜が強くなるかどうかは。あなるほど。でも竜が強くなるのは別に求めてねっす、まあまあまあ、このままで。正直ちょっとそういうところあるんだよ多分、うん、多分竜使いも本当に強くなると思う。ちょっとこれやりたかったんじゃちょっとないのかなっていう感じになりそう、うん、ね、うん、だ現状はちょっとこれ、うん、価値なさすぎるんで、ね、これだけはちょっと変えてほしいかな。せっかく覚えた技なんだけど ね本当に殺意の旗乗り越えてどこで使うのっていう、ね、多分リューファイナルでは結構な大技だったっぽいからな。あ、そうなんだ。どうしよう。破衝撃。破衝撃か、うん、まあ、ちょっと使い道ないっすかね。まあ、でもそんなとこかな。まあ、ラッシュとか強くなっちゃうと多分普通に強いキャラになっちゃうから、うん、ロマンキャラだな、うん、DJ どうなると思います。ジョスクールに補正能力。おいいね。あ俺ジョスクールさすがにあのパニカンプラ5とかなんかね、まあ、トゲが言うたんですけど、うん、なんかそのちょうどその話しよったんですよ。なんか、うん、どこ弱くなるみたいな、うん、でそれこそジョスクールのプラス減ったりとか、うん、ジョスクールからの技パニカンとか、うん、まあ、補正入って減らんくなるとか、はい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 、っていう感じ。うん、まあ、何かしら入りそうな気はしないでもないよね。マイナスフレームが増えるかガードで、うん、マイナスは増えそうだね、うん。まあ、それでも結構入るキャラ少ないと思うけどね。これジョスクールは確かにそうだな。これはねちょっと無責任かちょっと減りすぎだね。減りますよね、うん、強い。ちょっと減りすぎだね。これあったら結構使うだろうな。うん、まあ、ラッシュとかはねそのままとかは全然、うん、ここは全然、うん、ただまあラッシュコパンっていうかコパンの性能はさすがにマイナス1じゃなくてマイナス2とか3ぐらいなんじゃないかなとは思うけど、うん、ちょっとこれマイナス1はやりすぎちゃいますっていう感じかな。どういうこと。ガードでガードマイナス1なんでこれ。ああそういうことね。なるほどなるほど。持続3のマイナス1なんで、うん、で硬直6なんですよ、うん、ジャスパして何もないキャラいるんですよ、うん、1によっては。いや結構ねやることないキャラクターいたりとかするから、まあ、ここら辺とかは、まあ、硬直増えるとかするんじゃないかな。まあ、あとはなんだろうね。あのこれはねこれもここもやっぱキャラ依存なんですよね。ラシードはマジで何もないですよ。やばいね。ドミッチャク以外、うん、まあ、ジュリも結構そう。あー割りかし、うん、ここら辺はもうなんかしゃあねえなって思ってしまってますよ、うん、まあ、これでも DJ 支えてるのこの技ですからね。ぶっちゃけ強いですよね。これと中足。これ中足ラッシュないからな。中足は別に、あ、まあ、強いけど、うん、あとこれかこれこれあと弾、うん、これが支えてると思うわ。まあ、ここら辺の強いと言われる部分に先ほど時とか言ったように本当に素直に入るのかどうかっていう。ああそうですよね、うん、まあもうそのコンセプトというか色ですから。そう踏み込んでいくね今日は。もういろんなどうですか。多分最弱。ああ、弱い。でも俺最近知ったんだけどさ、ザンギさスクリューからのさラッシュスクリューってさコマンドの性質上動いちゃうから最速で出ないと思ってた。はい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 、はい、だからスクリューやるじゃん、うん、ラッシュスクリューやりたいって思うじゃん。ちょっと引っ張んなきゃいけない。早くやった時もこんな感じみたいな。これ最速でやる方法が最初のところに仕込んで引っ張ってスクリュー。へえ。ラッシュしてから。あへえ。なるほど。ちょっと難しそうだね。むずい。
こんな感じで。ちょっと伸ばすことそうなんじゃ。だから結構ね、多分ね、スクリューって受付時間長いんだよ。ああ、はい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 。他のキャラよりも。これはでも後ろから回した方がいいのか。まあ、どこでもいいんじゃない？あんまり。でも前で引っ張ると、そのまま伸びてくれるんですよ。前入れると、歩いちゃうから。あ、そうなんだ。ニュートラじゃないとダメなんですよ。あ、そうなんだ。でこれで一応8フレワ数。へぇ、まあ、むずいんですけどね、うんうん、これ知らなかったんだよな。でも多分一番弱いこのキャラやっぱ。ただちょっとつまんなくなる可能性もあるから、こいつが強いと、うん、末置きで末でお願いします。末で、はい、調整なし、よろしくお願いします。結構まあストリートファイターいいところなんだけどさ、尖ったキャラ多いから、うん、難しいよね、うん、そういう意味では調整はね。例えばダルシムとかガエルとか、うんうん、ダルシムとかちょっと変えるだけで多分結構マジで最強いくんじゃないかって思っちゃうぐらいだからね。去年が最後そうでしたからね、うん、例えばこれの対空性能を強くしました、多分かなり強くなるって思うし、まあ、現状だとやっぱりなんかやっぱ立ち回りやっぱ強いからね、なんやかんやで、うん、立ち回り強かったりとかするからね、まあ、これも末でスウェーデン、スウェーデン、うん、でこれに無敵ついちゃったりとかするのもまたちょっと あ,、うん、あれなんで、スウェーデンお願いします。でもそのなんかを入れなきゃいけないんじゃないですか。基本アッパーとして、アッパーなんでね。でもそれがどういうところになるかよね。立ち位置スウェーデン、そうね、立ち位置は、ね、立ち位置ね。ピーキーなキャラはやっぱりあんまり高くない感じになってるな。いやもうやっぱね、ダルシムとかザンギとかガイルとかブランカ、ホンダ、ここら辺が最強キャラになったゲームは厳しい時がありますね、正直。なるほど。 どういう目線で誰が厳しかったんですか。向き合わなきゃいけないのかっていう。なるほど。そうですね。カップ S2 とかやっぱ嫌じゃなかったですか、あれ。ブランカと向き合うの。まあ使っちゃってたからね。そう、使ってるからまだマシだけど、でもあれ1キャラ制とかあったら、あれきつそうだね。そうだね。ってなっちゃうじゃん。確かに。でまあなんかやっぱり剣とかが最強とか、まだ剣とかチュンリとか、まあ竜もそうか。うん、うん、ケン・リュウ・チュンリーとか、まあ、ジュリーもそうだ、まあ、結構なんかルークもそうだけど、 そうですね、うん、そのまんべんなくやれるキャラが結構最強キャラっていうのは、うん、まあいいんじゃねえかなって思っちゃうんだけどね、ちょっと向き合うかみたいな、うんうん、感じになっちゃうからね。でもまあ戻りますね、原点。でも JP はスト5シーズン4のユリアンを最強だと認めなかった流星が、うんうん、ゲームはもう JP 最強ですわっつって。なんか大人になったのかもしれない彼が。ああ 4,5 年経ってるから。 JP は本当にね、評価高いね。実際ね、やっぱ結構やっぱパワーありますよね、うん、ね、ちょこのゲーム性的にね、うん、やっぱそうは言っても安定させるのは難しいゲームじゃ、うん、この大会のフォーマットが変わってないから、うん、2先3先でやっていくっていうのが、うん、ちょっとそのキャラの強さを確定させづらい要素になってるよね、うん、このゲーム性が、うん、まあね、結構引けるように作られてるから。で俺ね、なんか JP の抱えてる問題っていうのがガイルの抱えてる問題と似てると思うんだ。例えば言ったら、安定しようとするあまりやっぱり、はい、距離を取ってしまう、はい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 、で距離を取ってしまって、やっぱり JP 側がこの追い詰められる展開めっちゃ多くないですか。これ JP 走りに行くとやっぱね、暴れのリターンがすごい下がると思うんですよ、うんうん、一発やってこれじゃないよ、そうストリボーグジャックとかで終わると、うん、全然期待値低いじゃん、うん、ある程度やっぱ前に出て戦えるといいのかなと思うんですよ、うん、そうだから、まあやっぱでも橋の展開ってさ、まあ、きついじゃん、うん、やっぱりなんやかんや、ね、言うてね、言うて、うん、まあ、これあるとはいえ、言うてここで投げれないっていうのはやっぱもうきつくなきゃこんなんやんないですから、うん、やっぱきついんですよ。だからこういうその極端な択を取らざるを得ないような状況になっちゃってたりそうするのがやっぱ JP の今きついポイントなんです、うん、ガイルとかもやっぱさ、サマー出すか、コパン暴れするか、さすがに前ジャンプするか、走ったらね、でも走ったらそうなるじゃん、うん、やるしかないですからね。だから中央でその殴り合うっていうことが少ないっていうのが、うん、JP とかガイルとかの抱えてる問題なのではないかなっていう、うん、すぐ走ってしまう、うん、だからまあ走る逆択は強いけど大雑把になっちゃうっていう感じなんじゃねえかなっていうふうに思ってるね。実際 JP に攻められたらそれはそれできついんですよね、結構。なんだかんだやっぱり、あ、ちなみに JP に端を打ち目られたら終わりです。あ、もうこのゲームやめて、うん、あ、もう本当に8割方負けだと思うけど、はいはい、JP に端を打ち目られたら8割方こいつもな、前に出て触りに行くっていうタイプのキャラじゃないから、うん、そうだね、自分から前に歩くっていうのはね、うん、確かにしづらいんだろうけど、結構対応タイプみたいな感じでやっちゃうよ ね、まあ、ね、受けの技が強いですからね、あの下がりダイパンとか
そうだから最近 JP 使ってる人とかは結構こういうの使ったりとかして LINE を押し返してるってあるんだけど、俺はやっぱ単純に歩き中足使った方がいいんじゃねえかなって俺は思ってるんだけどね、うん、歩き中足と歩き大パン、うんうん、これは強いよな大パン長いし、うん、やっぱ中足もやっぱ強えなって思う、うん、まあ、守りの中足はそんな強くないからね、まあ、だからこれからまた伸びてくるんじゃない、伸びしろばっかりでしょ、JP は。最近伸びてるといえばこのキャラ。もう伸びてんの？なんかでも最近なんか結構勝ってない。まあ響くんが頑張ってるだけってのはあるかもしれないけど、うん、最初最弱キャラなんて言われてたけど、なんか意外とやっぱ、なんか最弱って言われてたね。うん、リリー。やることは少なかったんだけど、持ってる技のシンプルな強さが際立つというか、うん、あまあこれだよね、うん、はい。やっぱこれどうしようもないぐらい強いです、やっぱり。さすがに。うん、そうだね、強制を受けるね状態はさすがに強いなっていうふうに思うんでね、まだ技の判定とかもね結構強かったりするんで、やることシンプルで伸びしろっていうのはあまり多くはないキャラなのかなって思うけど、まあ、強くはあると思う、ある程度、うんうん、まあ、だから、うん、初中級者おすすめのキャラクターかな、まあ本当にやっぱいろんなキャラがいて個性派揃いですからね、そうですね、うん、個性派揃い、新キャラの登場も楽しみですが、こういったキャラがどういう方向になっていくのか、うんうん、まあでもどんな調整来てもいいです、自分のキャラ弱くなってもいいです、面白ければ、まあそうですね、うんうん、